日本の行政学者、教育学者。PhD。専門は、高等教育行政学。元学校法人北西学園理事長。満州法典生まれ。山梨県立市川高等学校卒業後、国際キリスト教大学教養学部、自然科学科卒業。同大学院教育哲学専攻修了。その後、フルブライト小学生として、 シラキュース大学大学院に入学。1974年シラキュース大学大学院、高等教育行政科学科博士課程修了。1975年文学部助教授、同文学部教授を経て、1993年、北西学園大学、北西学園大学短期大学部学長を務める。2000年北西学園大学名誉教授。 2001年に札幌市教育長2002年函館大学小学部特任教授2003年学校法人大美林学園理事2004年大美林大学大学院昌平教授2011年学校法人北西学園の理事長に就任2012年7月7日理事長在職中に死去2012年8月19日 学校法人北西学園にて学園層が営まれた。北海道人物人材情報リスト2004かマイナスと。ありがとうございます。